ミュージューは、日本の宇宙科学研究所が開発した、イオンエンジンである。イオンエンジンの中でも無電極プラズマ推進機に分類され、マイクロ波放電を用いるものとしては初めて実用化されたものである。イオン源、中和機ともにマイクロ波放電式を採用したことで、プラズマ生成時に電極が不要になり、他の方式と比較して、単純、軽量、高信頼、 長寿命となった。また、加速グリッドに炭素繊維強化炭素複合材料を採用したことで、モブデ電製の2から3倍の寿命を確保し、耐久試験では2万時間以上の稼働時間を誇る。名称は、直径10センチメートルのマイクロ波放電式を用いた、ミューロケット最上段高飛水力モーターであることを示している。その他、小型人工衛星や、 宇宙探査機に採用されることを目標とし、日本電機はエアロジェット車と開発及び販売において協業することを発表した。2010年以降アメリカ市場での提案活動を行い、2011年から販売を開始する予定である。打ち上げ後の運転開始当初は探査機周囲に残っている大気の影響で放電現象が多発したため探査機全体を温めて、 脱ガスを行うベーキングを2回行った結果、安定して運転が行えるようになった。試験運転を続ける中で、スラスタ A を予備とし、残りの3台を使用することになった。連続加速を続ける中で毎日追跡作業を行い、位置と速度の確認を行う。そして一定期間連続運転をすると、ミュー1 0は一時その運転を停止し、連続運転時の動作履歴を高速通信する。 それらの結果を踏まえて、早草の軌道計画を決定し、ミュージューの運転計画が作成される。当初の予定では、ミュージューの運転を続けながら、軌道決定を行うことになっていたが、エンジンの推力が想定以上に変動が大きく、運転を続けながらの軌道決定が困難であったために、軌道決定時に、ミュージューは一時停止する運用がなされることになった。また、 ミュージューの運転に欠かせない電力は、探査機の太陽からの距離によって、太陽電池の出力が大きく変化するため、ミュージューは出力の調整、そして運転台数を調整して、運用を行った。はやぶさの運用において、姿勢制御用の XY 軸、リアクションホイール及び、ヒドラジンスラスタに系統が故障した際、中脇から、キセノンガスを噴射することで、姿勢制御を行った。 イトカは着陸前後に相次いだトラブルの影響で当初の予定より遅れて地球機関のための軌道変換を開始設計寿命以上の長時間運用を行うことになった2007年4月にイオンエンジン B の2009年11月にはイオンエンジン B の中和機が劣化が原因と思われる機能の極端な低下を起こした残るイオンエンジン C だけでは2010年の 地球機関は困難であったが、イオンエンジン B とイオンエンジン A の中和機という変速運転に成功し、いくらかの効率の低下はあったもののイオンエンジン1機相当の水力を確保し軌道変換を続けることができた。本来であれば、イオン源からの正の電荷を持つプラズマジェットに対し、低電流制御された電源によって中和機から放出された電子を機外に引き出し、 プラズマジェットの静電化を中和することで、宇宙機筐体の電位を中立に保つシステムであるのだが、各エンジンのプラズマ生成部、中和機にそれぞれ独立した電源を用意したことと、厳しい重量制限ゆえに中和機の回路に洗練された回路を組めず、やむなく中和機の電源に並列にバイパスダイオードを付けたことで、イオン源と中和機と独立して運転を可能にした。 クロス運転時、このダイオードによる宇宙機筐体が負に帯電し、正常な中脇から空間に向けて電子を引き出すことに成功した。このような運転では、宇宙機の電位を知ることが不可能な上に、宇宙機筐体の電位が負に沈んだ分だけイオンの加速電圧が下がるため、水力がテレメトリーによる観測値からの期待値より下がる問題がある受動的な、 制御によるそのような運転モードが可能なようにしておいたものが、こうそうしたものである。原理上、探査機全体の電位が本来と外れた状態になることもあり、地上での試験は行っていなかったため、ぶっつけ本番の運用であった。予定されたミッションに必要な量以上の推進剤を搭載していたことも、直接噴射による姿勢制御やエンジンの変則的な運転といった、 予定外の運用を行う余裕を生んだ。ありがとうございます。